うちのお店で考えたパン、アンクロワッサン日本一と書かれたこちらの店舗、中に入ってみますと、一番目立つところにアンクロワッサンがずらりと並べられています。こちらが大手コンビニチェーンファミリーマートの新商品開発コンテストで日本一に輝いたアンクロワッサン。島根らしさを出すためにあんと牛皮でぜんざい風に、ホイップクリームとともにクロワッサン生地で包みました。いただきます。牛皮がすごく柔らかくて食べやすいです。あんこに塩が入っているので甘すぎずさっぱり食べられます。もうまさにぜんざいです。このパンを考案したのは松江市のファミリーマート楽山店。全国の2500店が参加したコンテストで中四国代表に選ばれ、今年1月からおよそ1ヶ月間販売。全国9地区の代表の一つとして売れ行きや店舗売上への貢献度などを競い、その結果総合評価が最も高く日本一に輝きました。この店では期間中1日平均およそ100個が売れたというこのアンクロワッサン。アイディアを出したのは店長の足立さんとアルバイト歴2年ほどの大学生山田さんでした。びっくりっていうのが大きくて、でその後日本一かみたいな感じですね。何回も食べていただけるっていうところにちょっと重点を置いて、あっさり感とかそういうところはこだわってやりましたね。そこにアルバイトの山田さんが島根ならではのぜんざい風にすることや、あんに塩を効かせて程よい甘さに抑えることなどを提案。特技のイラストでプレゼンシートもデザインしました。さらに、売り場しっかり2面で作って、で、みんなでこのオリジナルTシャツを着てお客様にしっかりお声掛けして、売り場や売り方にも一工夫。店長のためならとわざわざ買い求めに来たお客さんもいたそうで、日頃からお客さんとのコミュニケーションを大切にした成果だと振り返りました。この企画を通して得た気持ちだったりとか経験とか、そういうのをやっぱ今後しっかりお店に生かしてお客様に提供できればなっていうところですね。日本一に輝いた松江発のアンクロワッサンは今日から全国のファミリーマートで販売されています。